はい、今回は効率的に基礎練習をやっていこうということで、今回の内容を PDF にしましたので、動画説明欄のリンクからダウンロードできるようにしておきますのでご利用ください。で、まあ、PDF ダウンロードしなくても動画見ていただけて、動画見て覚えていただければそれでも結構です。はい、もちろんダウンロードは無料ですのでご安心ください。はい、では年末年始忙しかったり普段から忙しかったりする人のための、効率的な基礎練習をやっていきたいと思います。まず右手から、右手は、1弦2弦3弦に各指を置いて親指に5弦置きましたら、4回まず人差し指だけこの状態で1、2、3、4、ね、次中指2弦ですね、1、2、3、4置いて、で薬指1、2、3、4置いて、で中指こんな感じです。これが楽譜の一番上の段になります。で、時間がある人はもうちょっと何回か繰り返してもいいと思います。はい、でこれが終わりましたら、今度は親指を5弦に置いた状態で、そうですね、最初はさっきと同じようにこう全部置いたセットした状態で、人差し指、中指、薬指、中指。感じです、うん、で今度は今5弦に親指を置いてるんですけど、これを6弦に置きます。そんでまたさっきと一緒のように人差し指、中指、薬指、中指、ね、一緒です。ですね。で、うん、で4弦今度は4弦に親指を置いて、また一緒、楽譜はここで終わりですけど、3弦まで弾いて終わってもいいです、うん、はい、じゃあ次は親指も弾いていきます。でこれが今説明したのが2段目、楽譜の2段目ですね。次楽譜の3段目、楽譜というかタブ譜ですね。あえてタブ譜で書いてます。場所が大事なので、はい、で次が3段目ですけど、そうですね、まあ置いときますか。置いた状態で6弦親指で、ポイントですけど親指弾いたら次5弦に置きましょう。IMA で次5弦弾くんですけど、5弦弾いたら4弦に置きましょう。で IM で次4弦を弾いたら5弦に親指を置きます。で5弦弾いたら6弦に置きます。感じです。 PIMA のアルペジオの練習ですね。はい、で今度逆パターン PAMI で5弦弾いたら、あ、ごめんなさい、6弦弾いたら5弦に置きます。で AMI4弦に置いて、4弦弾いたら5弦、5弦弾いたら6弦、
こんな感じです。3段目ですね。次、4段目は、同じことを4種類のパターンでやりたいと思います。まず1弦をこう交互に弾く練習なんですけど、まず IM をアポヤンド、親指はお好きなところでいいです。まあ、ちょっと僕5弦に置きますね。で IM をアポヤンドで、この時ですね、I を弾いたら M を1弦に置きましょう。だから音がちょっとスタッカートみたいになります。で今度 M を弾いたら I を置きます。こんな感じですね。でタッ、OK、こんな感じ。そしたら今度は IM でアルアイレを行います。でこの際手の位置、この角度がちょっと変わると思います。でこのアルアイレ IM、はい、今度は M からスタートして MI のアポヤと、MI のアルアイで M から はい、こんな感じです。であとは弦を変えて2弦でも同じように、ね、でアルアイで、で M からのアポヤンド、 M からのアルアイで、まあ、早くやってますけどゆっくりやってくださいね。ちょっと説明のために早くやってます。で次3弦ですね。同じです。アポヤンドでアルアイで、 M からの M からアポヤンド、 M からアルアイで、はい、これが4段目ですね。で次の段5段目が、同じようにアポヤンドアルアイレアポヤンドアルアイレっていう風に IM のアポヤンドからやるんですけど、今度は弦をこう3弦まで移動していくので、次に弾く弦に触ってる感じになります。右手最初は1弦で、次 M 弾いたら2弦に先行して、I の指が触ってます。で IM、次3弦に触っている。で、来たら今度2弦に触ってます。で、次も1弦に触ってる。あ、ごめんなさい。最後はこうか。ごめんなさい。やってみますね。だからスタッカートにならないところが出てきますね。2回ですね、すいません。ですね。で今度はそれを、アルアイレ、IM のアルアイレ、わかるかな、ごめんなさい、ちょっとね、アイ、これ逃げたという、こんな感じですね。でそれを逆にして MI の、アポヤンド、で MI のアルアイレ、こんな感じです。これ右手ですね。はい、でここから左手です。で今度は半音階をやっていくんですけど、基礎練習っていうのはやってる
時に何を目的にやってるのかしっかり理解して、今のは右手のしっかり弦を弾く練習なんですけど、今度は左手の半音階は、こっちの横方向の動きを意識した練習です。なのでしっかりとこういうふうにこう形をなるべくね、こう崩さずに移動していくっていうのを意識してやってみましょう。うん、で、ここからスタートして、うん、右手は何でもいいです。アポヤノでもアロエルでも。で、こういうふうに移動しますね。で、こう。で、この調子で、9フレットまで、9ポジションまで。はい、今人差し指が、9フレットに来てます。これを9ポジションっていうんですけど、で9ポジションまで来たら、今度小指から小指を離していきますね。小指、薬指、中指、人差し指で1個戻って、小指から11、うん、こんな感じです。ポイントは上がっていく時とかにこう前の指を離さない、ね、うん、残していく感じですね、うん、で戻る時もできればこう4つまとめて押さえるというか形を作る感じですね。これはまあ無理しなくてもいいと思いますけど、このような感じです。で、この練習は結構時間がかかるので、6本全部やると大変なんですよね。まあ本当は6本全部やった方がいいんでしょうけどね。これはだからその日その日で、例えば今日は1弦だけとか、1弦と2弦とかね、まあ2弦だけとか、そういうふうに決めてやられたらいいんじゃないかなと思います。うん、はい。で今のがこう横方向、まあ、どっちが横か縦か分かんないけど横方向ですね。で今度縦方向、こういう練習、それが次のページの2枚目の練習です。で、人差し指と中指の縦方向の練習、こんな感じ、5フレット6フレット、うん、この時に並んでる、しっかり並んでることを確認しましょう。こう離さないね、並んでる2つで、2つとも次離しちゃっていいです。2つとも離して、で2つとも離して、で2つ、この肘がだんだんこう、この肘の変化ですね。脇がどのぐらい動くか、肘がどれぐらい動くかっていうところを確認しながら、うんと練習するといいと思います。で今1、2だったんですけど、指ですね、1、2、今度1、3のパターンですね。1、3、5フレット、7フレットで、なるべく手首をこう曲げないように、まっすぐの状態をキープできるように、こういう感じですね。1弦側がこんな感じで、6弦側はこんな感じ、なるべくまっすぐこう曲がらない、うん、で次1、4ですね、こう、まあ、こう
中指から6、7になります。2、3、6、7で、2、4もっとゆっくりやってくださいね、ちょっと説明のためにね。で、3、4縦方向の練習です。はい、で次がですね、まあ、和音の練習、和音の練習というか和音の形を作る練習みたいなことなんですけど、次が右側のページの3段目、右側じゃない2枚目のページの3段目ですね。最初が、人差し指1フレット、中指が2フレット、2弦2フレット、ちょっと斜めになります。でこれで和音で、下は親指かな、で上は何でもいいです。でこれを入れ替えます。1弦1フレット2弦2フレットっていうのが、今度1弦2フレット2弦1フレット、こうひっくり返るっていうか、はい、そしたら今度1弦1フレット3弦2フレット、だんだん幅が広くなっていきます。この縦の幅がね、今度は1弦1フレット4弦2フレットで、1弦1フレット5弦2フレットで、1弦1フレット6弦2フレットで、だんだん難しくなりますね。で戻っていきます。 5弦、これもポイントはですね、指を動かすっていうことを意識しましょう。こう腕とか手首とかで形を作るんじゃなくて、そうですね、分かりやすいように1弦と6弦、このコンビネーションの時ね、こう、この時は中指が伸びてて人差し指が、折れ曲がってるっていうか縮んでる。でこれを逆にすると人差し指が伸びて中指が折れ曲がってるって感じ。そのどっちかの指が伸びててどっちかの指が縮んでるっていう練習ですね。それを意識しましょう。なのでこういうふうに手首を曲げてとか肘をこう内に入れてってやると指じゃなくて この辺で形を作っちゃうんで、あまり練習になりません。なのでなるべくこっちの腕、肘、まあ、肩っていうか左全身ですね、全体ですね、これを無駄な動きないように、まあ多少はねしょうがないんですけどね。1、3ですね。もっとゆっくりでいいですからね。今度1、4、1音はちょっと難しいんで、あの肘とか手首使っていいです。で今度2、3ですね、あの指番号ね。よいしょ。
な人がいたらもうそこは、6弦まで行かなくてもいいです。いける範囲のスピードでいいですよ。はい、こんな感じです。うん、で続きまして、それで終わりか。で、あと和音ですね。うん、和音は右手、1、2、3弦に置いて、6弦に置いて、グーで今度5弦と1、2、3弦、4弦と1、2、3弦置いて弾くって感じね。うん、はい。で次がズンチャチャチャって感じ。6弦繰り返す感じですね。この時も親指をこう5弦に置いてでやってももちろんいいです。はい、こんな感じです。でこれで以上です。本当はなんかもっといろいろ入れたかったんですけど、さすがにそしたら忙しい人の時間が足りなくなっちゃうなと思って、このぐらいにしました。で、これだけ毎日やってれば、指がなまることはないかなと思います。でちゃんと基礎練習って毎日こう、目的を持ってやるっていうのが一番大事なんで、毎日やりやすいように、あんまりいっぱいやらない、あんまりたくさんのことをやらない方がいいかなとも思います。で時間がある人は今やったのの全部2倍にしてやればね半音階も2往復とか、このこういうのも2往復とか、その時間がある人はそれを倍にしちゃって練習してください。はい、という感じです。本当、年末年始忙しいでしょうから、効率的に指を、鍛えていきましょう。はい。で、そうですね。大事なことなんですけど、指が痛いなと思ったら、痛いっていうのはこの関節とか、なんか筋ですね、この手首とかね、痛いなと思ったらやめましょう、練習をね。腱鞘炎とかにつながるので一回やめて、でしばらくしてやってみて、まだ痛かったらもうしばらくギター触らない方がいいかなと思います。本当無理が一番ね、長続きさせたいからですね、ギターをですね。痛みを感じたらやめましょう。うん、根性でやるのはやめましょう。はい、というわけで今回も、ありがとうございました。また何かやっていきたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。じゃあ失礼します。